では続いてのコーナー、寒風サウナです。井川さんが人肌脱いで兵庫県の銭湯を盛り上げます。今回から新しい銭湯に行かれたということで VTR をどうぞ。神戸市兵庫区にやってきました。寒風サウナ、今回は東湯です。今回のポイントは柑橘風呂です。1956年に創業した東湯、こちらの銭湯、毎週日曜日になるとある変わったお風呂が楽しめます。井川さん、柑橘風呂は入られたことはありますか？伊豆とかならありますね。東湯さんは毎週日曜日にみかんやレモンなどの柑橘類を入れているんです。柑橘類の皮に含まれているリモネンという油成分が体をポカポカ温め、お風呂を出た後も湯冷めをしにくいと言われているんです。一方、井川さんはサウナへ。うわ、暑い。東湯のサウナの温度は厚めの95度、水風呂は16度と冷たく設定。最近のサウナブームによって遠方から高温サウナを目的に訪れるお客さんも多い銭湯です。よし、ここでしっかりと、ね、温まらないと水風呂が。水風呂が冷たいのも特徴なんですね。そうですね、冷たいんで、はい、限界まで入ってました。その分95度でも我慢できるという。できます、はい。わあ、また次週もぜひお楽しみになさってください。ここまで前半は井川圭さんとともにお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はニュースと天気予報をお伝えします。